可動遺伝因子とはゲノム中を、または他のゲノムへ、あるいは別のレプリコンへ移動できる DNA 配列である。マッチはすべての生物で見出されている。人の場合、ゲノムのおよそ50%がマッチであると推定されている。遺伝子の複製の発生に関わる。タンパク質を高度する遺伝領域で突然変異を起こし、そのタンパク質の機能を変えることがある。 遺伝子の配置の再編成を起こすこともある。マッチは進化に重要な役割を果たす。例えば、ある細菌種が持つ病原性因子や抗生物質体性遺伝子はマッチとして他の近隣の細菌に移動することがある。こうして新しく獲得された遺伝子は新たな宿主に新規かつ追加の能力を与え適応度の向上を促す。一方で、 適応度を引き下げる場合もある。病害を引き起こす対立遺伝子が導入されたり、変異を与えたりする場合である。左の細胞にもともとあった可動遺伝因子が異なる方法で右の細胞へと移動する。新生細菌と古細菌はマッチによる致命的な事故を防ぐために、クリスパー・キャスシステムという適応免疫システムを持つ。クリスパー・キャスとマジは、 互いに関連して生物の進化の要素となってきた。生物時間のクリスパー・キャスの相違はトランスポゾンといったマッチのタイプの相違と関連する。加えてクリスパー・キャスはトランスポゾンの電波を制御する。プラスミドによるマッチの水平電波は一般的に受け手にとって利益となり、プラスミドの転移と共有は進化の観点から重要である。受け入れたプラスミドを 自身のゲノムに固定する、受け手側の能力もまたプラスミドの移動に重要である。利益となるプラスミドには高い固定確率があるが、有害なマッチの固定確率は低い。マッチの転移は突然変異を誘発する。転移の発生は体細胞の眼下を引き起こし、生物は転移を抑制するように進化してきた。幼霊の個体ではデトロトランスポゾンによる転移は、 最小限に抑えられているが、年齢の進行とともに、転移の頻度が上昇することが、マウスで確認されている。このトランスポゾンの年齢依存的発現量の増大はカロリーを制限した食事で減少する。マジの転写状況は変化することがあり、免疫不全、乳がん、多発性硬化症及び筋縮性即作硬化症の病内伝障害につながることがよく見られる。 人においてはストレスが内在性レトロウイルスといったマッチの転写活性化を促し神経変性を招く。ある生物のゲノム中のマッチの相対はモバイロームと呼ぶ。マッチの配列情報はアクレイムでデータベース化されている。バーバラ・マクリントックはマッチの発見により1983年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。マッチはソトドックや 外構素といった細菌病原性因子の拡散に極めて重要である。細菌感染症に対応するためその細菌の病原性因子及び可動遺伝因子を標的とした予防方法や治療方法が求められている。ありがとうございます。